生類哀れみの例。生類哀れみの例は、江戸時代前期、第五代将軍、徳川綱吉によって制定された、生類を哀れむことを趣旨とした、動物、英治、小病人保護を目的とした、処方令の通称。一本の成分法ではなく、綱吉時代に行われた生類を哀れむことを、趣旨とした、処方令の総体である。保護する対象は、捨て子や病人、 そして動物である犬、猫、鳥、魚類、貝類、昆虫類などにまで及んだ。庶民の生活にも大きな影響を与え、天下の悪法と評価されることが多く、綱吉への評価を下げる原因となった。近年では儒教に基づく文字政治の一環で、あるとして再評価されている。状況四年、百八十七年十月十日のぶれでは、 綱吉が人々が人心を育むようにと思って、将軍やアレミの政策を打ち出していると説明されている。また元禄4年には、老中が諸役人に対して同じ説明を行っている。儒教を尊んだ綱吉は、将軍がさねくらい直後から人生を理由として、高刈りに関する儀礼を大幅に縮小し、自らも高刈りを行わないことを決めている。また根崎光男は、 天が三年、1682年に綱吉の子、徳松が5歳で病死しているが、この頃から死や地の汚れを意識した政策である、仏霊の制定が進められおり、この死によって、綱吉の思考に、生類やあれみの観念が助長されていったと見ている。かつては、後継ぎがないことを憂いた綱吉が、母継承院が帰営していた、高光総上の勧めで発布したという説が知られていた。 ただし、高光を発端と見る説は近年後退しつつある。この説は、太宰春来が著者ともされる、三王劇によるものであるが、高光が地足院の十侍として、江戸に滞在するようになった、上京三年、1686年以前から、生類憐れみ政策は開始されている。塚本学は綱吉個人の思考に返すのではなく、 当時の社会状況に対する一つの対策であったと指摘している。一連の勝利やわれみ政策がいつ始まったかについても議論がある。塚本学はいつから始まるかは明確にできないとしているが、主な初発の時期とされるものには以下の説がある。少数ではあるが、徳川栄綱時代から勝利やわれみ政策が行われていたという見解も存在する。山室京子は、 公文様と犬久保を、1998年において、24年間、小類アーレミの例で処罰された記録を調査し、確認できた69件の事例を挙げている。内挙系となったものは13件で、前期に集中している。処罰の事例は、大室中期や、三王劇などの当時の記録に存在しており、後に、徳川三木にも引用されているが、 根拠が疑わしいものも多く存在する。古藤大記には、二つある噂の一つとして、蚊を殺したために、古障の伊藤淡路守が平門となったという記述があるが、歴史書の中にはこれを事実として扱っているものもある。地方においても、生類政策の影響は及んだ。馬の保護に関する法令については、老中が各藩に対して通達を行い、 これを受けた薩摩藩は当時支配下に置いていた琉球王国にも通達している。ただし運用はそれほど厳重ではなかった地域もある。大室中期を書いた尾張藩士の朝日衣装は、魚釣りや投げ網田を好み、綱吉の死と共に金霊が消滅するまでの間だけでも、金を犯して76回も巨場へ通い詰め、摂政を重ねていた。また長崎では、 もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、小類やあれみの例はなかなか徹底しなかったと見られている。長崎町年寄りは、元禄五年、1692年及び元禄七年、1694年に、長崎では折衝禁止が徹底していないので今後は、ゲゲのものに至るまで遵守せよ、という内容の通達を出しているが、その通達の中でも、 長崎にいる東人とオランダ人については、例外として、豚や鳥菜を食すことを認めていた。江戸城では、上京二年から鳥、貝、エビを料理に使うことを禁じているが、苦行に対する料理としては、使うことを認めている。これは、生類政策よりも、儀礼を重視したためと見られている。特に犬を保護したとされることが多く、綱吉が犬久保と呼ばれる一員となった。 徳川綱吉が日の犬に生まれのため灯される。綱吉死後の政権に関与した荒井白石は折りたく、芝野木などで生類あれみ政策を批判している。また戸田茂水も後藤大地において批判を行っている。これらの評価は生類やわれみの例に対する悪評を高めた。一方で白石は家の部を検証する目的で茂水は政権批判の立場から 事実を誇張しているという指摘も行われている。綱吉は死に臨んで、四次へ信に、自分の死後も、生類やアレミの政策を継続するよう言い残したが、法永六年、1709年に、早速犬小屋の廃止の方針などが交付され、犬や食用、ペットなどに関する多くの規制も順次廃止されたと、される。ただし、牛馬の息の禁止、捨て小屋、病人の保護など、 継続した法令もある。将軍のおなりの際に犬や猫をつなぐ必要はないという法令は、八代将軍、徳川義宗によって廃止されている。七世紀後半から八世紀にかけての律令体制下では、動物の肉食や殺生が制限もしくは禁止を目的とした法令が参見される。これらは殺生を禁じた仏教の影響下にあると見られている。また、 江戸幕府においても、慶長17年の農民取締法令において、牛を殺すことを禁じており、また各藩でも、殺生や肉食、鹿牛イノシシ犬などを禁じる法令が出されている。また、津藩では、漢文6年、1666年に犬を殺すことを禁じた法令を出している。五世紀頃の中国では、大乗仏教の儀教、盆謀行の第三に、 食肉界より動物の命を絶つことを理由に肉食を完全に禁止している。また、北曹の基礎は1102年犬肉食禁止令を出した。日本と同じく大乗仏教の影響が強かった朝鮮半島においても高麗時代まで同様な法令が発布されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。